バイナリオ、スペシャリスト者の半間岩先生です。中央からシグナルが入りました。15分、間隔5分周期の5分ずつに出ている、ポピュラーな都市数が多くて、投資しやすい、15分バイナルオプションです。都市数が多いんでね、5分ごとにあるんでね、毎回毎回繰り返して大変、助かりますけど、シグナルが1本出てきました。GBP AUD ですね。こちら出てきました。こちら出てますでしょ、上の、分後に判定で終了。15分の上でセールということです。30分判定ということで GBP AUD ですね。言いますね。こちらね、1万2000稼いでますね。デモです、全部。1000円で、最初ロート数で、1万2000の稼ぎ。こちら1800円ですね。こちらが9340円。月曜日から始めて、火曜日にシグナルが出てきました。月曜日は何もありませんでしたね。要するにね、半間岩尾先生のは、このシグナルね、今はデモだから自動売買できますけど、ライブでは禁止ですのでね、このシグナルをね、打ち込んで、通して、その通り打ち込むだけなんですね。で、このように、4分後に判定で終了。稼げるということになってきたらね、資金を増やせばいいんですよ。ね、1万円とか5万とか10、ね、1回の投資額をね。あと、もっといけば100万ぐらい投資すればいいです、1回ね。それは投資数ちょっと少ないですけどね、20回ぐらいですか、今のとこね。月曜日から今日、夜中の12時、木曜日になっちゃったね。12時21分。もう今日なっちゃったよ、もうね。ねえ。そう。そうだ、もう今日なっちゃった。ねえ。ちょっと上がってきて心配だな。3分後に判定で終了。こちらはチャラですね。スプリントちょっと調整し直したんですけどね。再リセットさせまして、ですので、このケージ前は、まあ、プラマイゼロぐらいだからちょうどいいんでしょう。ね。で、で、こちらの方が9300円。5000サービスもあるんで、5000引かないといけないんで、4340円の利益ですね。こちらもそうなんですね。これは7010円の利益ですね。デモでやってますから、全部ね、自動売買はね、禁止なんで。で、これでテストして、あと、このメーカーのね、状態が、不正がないかとかね、いろいろ、こちらのね、性格と照らし合わせながら、おちょくって、分後に判定で終了。不正がないかとかね、いろいろと、自分の、投資方法の戦術で稼げるかどうかというようなことの両方ですね、大事なんですね。一番大事なのはその不正ですね。メーカーのこの、ハイランド業者がちゃんとやってるかと、詐欺してないかとかいうね、そういう分析が分かりますから、こちらのデータとね、照らし合わせながら、それで、ちょっとやばいような感じもしましたけども、またとどまってきましたね、上昇ね。投資するとしたら、こっちか、こっちですね。こちらね、スプレッド40取ってるんですよ。これはマイナス40なんですね、スプレッド。っていうのは、順張りで一番成績の悪いのを探してるんです。順張りの投資法で一番成績の悪いのを見つけて論理判断してる、ね。順張りで分析してるんです。こちら逆張りですね。
逆張りで一番いい成績のものをそのまま通してんです。そういう戦術を計算してね。あ、残り38秒。ハンマー先生強いね。また勝ったね。強いよ。こんな感じになったらもうこんなうまくいけばいいですけどね。今回だけかもしれないね。こんないい成績ないですよね。今週ね、調整し直してよくしたからなのかね。はい、勝ちましたね。6、5、4、3。はい、勝ちましたね。はいね。で、私の場合は FX の方も稼げるように、いろいろ今バイナリーオプションだけじゃなくてね、FX の方も準備してます。こちらの方ね、こちらの方もまあ勝ちましたね。3,760円、12,000円ぐらい。これは、まあ、1万円ぐらいとね。大体こんな感じで投資して、どれかいい戦法を一つに統一して、どっちがいいのかな、こっちがいいのかな。ただね、こっち厳しいとこあったんですね。3本で全然負けそうなところを勝っちゃったんで、ちょっとね、問題があるんじゃないかなという感じですね。うん。まあ、そんなことで、バイナリーオプション、スペシャリストの半前岩先生は、こんな感じでね、日夜、勝てるまでデモで調整しながらライブで投資するのを楽しみにしているという毎日の仕事ですね。こんな感じで徐々に成績が良くなってきました。でもですね、本番でも同じように成績がこんな感じになります、ね。